あれ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 、見えてる。よかった。なんか今、ね、ずっと一人だったの。ちょっとバグってました。こんばんは。え、さっきも見えてたの？嘘でしょ。私がんってやってるの見えてたの？それは恥ずかしいですね。こんばんは。いや、なんかそうなんです。ずっとね、うん、これはうんとって一人。そう、よかった。みんなその時からその時からいたんだね。そうだったんだ。あ、そうなんです。今日は1ヶ月ぶりの思い出いっぱい公演、ありがとうございました。とっても久しぶりでしたね。いやー、どうでしたか。どうでしたかっていうか、なんかね、あの劇場公演が久しぶりすぎて、久しぶりと言っても1ヶ月なんだけど、でもね、ずっとやってたから1ヶ月空くと結構久しぶりですよね。そう、結構ね、コンサートと同じ曲をやったりとかすると混ざっちゃったり、あのコンサート限定の振り付けとかがあるんですけど、それをやりそうになったりとかはしたんですけど、それをね、絶対そうなると思ってたから、ちょっと一回家で水砂付きソロ公演をしてなので大丈夫でした。もうね、やりたくなっちゃったもん。青春時計でさ、こうやってやりたくなっちゃったもん。偶然予想本当の振り付けにはないからね、これ。やりたくなっちゃいました。そうなの、私夢でも本当にずっとコンサートしてて、助けてください。私一生コンサートから抜け出せないんです。でもそれだけ楽しかったってことなんだろうなと思って。でも一生夢の中でレッスンしてるの。その夢の中のコンサートに向けてのレッスンをしてるの。いやー、な、もういつになったら、いつになったらレッスン以外の夢を見るのかって。あ、でも今日はそのレッスンの夢と、レッスンの休憩中に、これ夢の話ね、レッスンの休憩中にユーハとあのスイートブールだったっけ、名前、なんかパンがあるんですけど、そのパンが置いてあって、2人で「これ誰の?」って言って、持ち主がいなかったからユーハが持って帰った夢を見た。どういうことっていう感じなんですけど、食べていいんじゃないって言ったらユーハが「あ、じゃあもらいます」って言ってカバンにしまう夢。結構リアルなんだよね。ちゃんとさ、レッスンだけじゃなくて、その休憩時間のことまで夢に見ちゃうの。面白いさ。夕飯持って帰って面白くって、夕飯夢に出てきたよって伝えました。そう、その場で食べなくて、なんかその場で食べないで持って帰るっていうのもちょっとありえそうじゃない？優派だったら。確かに家で潰れてそう。確かに。こんなね、大きいやつ、私これを最後に見たのが本当に何年も前だから、名前忘れてて、寝ぼけながらね、なんか砂糖茶色いパン大きいみたいな検索したらスイートブールって出てきた。でユーハにそれを伝えたら、ユーハが昨日 TikTok でスイートブール見てたんだよねってそんなことある？そんなことあるの？そうそう、表面が茶色いやつ。先週のパフォーマンス最高だって、ありがとう、ありがとうございます。いやー、びっくりだよね。
あのユーハ TikTok で見たよって。私からしたらもうそのスイートブールが夢に出てくること自体もう見るのが久しぶりすぎて、だから本当にってなりました。そんなことあるんだね。確かになんでスイートブールって言うんだろう、おしゃれな名前だね。ユハ食べたかったのかな。私も味をあんまり覚えてなくって、ちょっと大きさにビビって食べれない、まだ戦えない。いやーそうだよね、なんかやっぱりうん、テレパシーが飛んでしまっている。顔より大きい、ああ顔くらいなんじゃない、本当に。どんなだったっけ。でも本当にあれ大きいよね、あんな大きいパンが売っているなんて。劇場から帰宅しました。ああお疲れ様、ありがとう、来てくれてありがとうございます。今日のこの髪型サイドポニーは初めてやったんですけど、もしかしたらコンサートでやるかもしれなかったんですよね。候補がハーフツイン、ハーフツインは壁車だからハーフツインにするか、うん、あとどうしようかなって思って。確かにサイドポニーはいつか一回やってみたかったから、うんって思ってたらルアがサイドポニーいいんじゃないって言ってくれてたんだけど、そうなんかいろんな先輩とかに相談して、うーんサイドポニー、うーん多分私がやったことなかったからまだってなって、で日向さんに、日向さん私の髪型何がいいですかねって聞きに行ったら、下の2つのお団子って言ってくださって、それを夜にやりました。なんだけどなんか髪が短くなったのか、お団子できる量が少なくなってて、お団子というか浴衣に似合うまとめ髪のような感じのまとまり具合になったけど、踊りやすかったです。私普段あんまりさここにキュキュってまとめないから、なんか新しい自分でした。そうお団子ついてたでしょ。そうなんですよ。でもせっかくルアーも言ってくれてたから今日はサイドポニーをしました。しかも見て先がねドロロロってなってるの、なんかさ吸い込まれそうでしょ。そうお団子小さくなっちゃった。そうなんです、スイズナツキーニュー。そうなんです、片側から見ると一瞬ツインテールに、おなんか確かにさこうやってたらさもう片方ありそうだよね。ああ、あおちゃんもサイドポニー、確かにそうですね。サイドポニー。お、見つけやすかった。本当？よかった。トリミングした前髪を引っ張って伸びたのに、そうここまで伸びました。ただね、やっぱりまだこの頑張ってこうつなげてるけど、ここが本当はちょんとしてるの。ちょんって。だからもうちょっと伸びるのを待とうかなと思います。あーそう生誕 T、 そうあの今日の公演で来てくださってる方が何名かいて、あの新しい二十歳の生誕 T をめっちゃ可愛いって思った。ありがとうございます、来てくれて。いいね、とってもいい。なんか私の想像してたよりさらに淡い感じだったの、薄い感じ、優しい色で、あ、かわいいこれってなった。みんなが着てるのもまたさめっちゃ似合ってるの。なんかねみんなねその最初ピンクってなって、おピンクか
大丈夫かみたいな感じの反応だったんだけど、めっちゃ似合ってて、だからね本当に嬉しかった。なんか私の着てくれてるのも嬉しかったし、もうめっちゃ似合ってるのが嬉しかった。やっぱり似合うんですよみんな似合うんです。あ、そうなの、あの19歳の生誕ティーを清さめしてくれてる方もいて、それもとっても嬉しかったです。もう早速着たいよっていう方は20歳の着てたし、あの10代最後の公演だったので19を着てくれてる方もいて、どっちも嬉しかったです。なんかちょうど19歳と20歳の間にいるような気持ちで、濃いピンクじゃなくて薄いピンクだからよかった。確かに薄いピンクまだ着やすいかな、どうだろうか。メンバーからもこう、本当に嬉しいね、それ嬉しい。可愛く着こなせてた、ありがとう、ありがとうね。そう、実は淡いんですよ、思ったより。画像で見るより淡い感じ。私は薄い感じの淡いパステルな優しい感じの色味を希望していたので、とても嬉しいです。ああいう感じで、なんかもう嬉しかった、みんなが来てくれてて。でやっぱりね、あの T シャツとあとタオルの相性とってもいいですね。めっちゃその組み合わせが可愛かった。桜色、桜色でした。お、オンラインで、あ、ありがとうございます。オンラインは私も着る予定です。ペンライトで言うとライトピンクですね。そうだね、そう、私、あ、そうなんですよ、あのね3期生のペンライト選ぶときライトピンクとかターコイズとかがあの選べなかったから、なんかすごい新鮮な気持ち。私はってことは、私はどっちピンクなんだろうって多分濃いピンクなのかな。デザインした人天才だよね。ここここデザインした人この人です。そうなのよ、そうそうなの、あと10日だって。いやー怖いですね、もう20歳になっちゃいますよ。20歳？本当に？20歳になる前にさ、何したらいいですか？あと10日しかないけど、何しようかな。20歳か、なんか20歳になったらもう一瞬らしいので、もうなるんですけどね。お、今日誕生日だった、あーおめでとう、おめでとうございます。メリーちゃんと1日違いだね、おめでとう。20歳になったらもう一瞬で30歳になるで、どうしよう、それはどうしようだね。そっか、確かに私は17歳くらいから一気に、いやでも17歳から19歳は長かったか。私は NGT の最終オーディションに参加していた時はギリギリ17歳だったのって思うと、17、8、9ら辺は結構もう濃すぎて一瞬で過ぎていったような気がしますね。偶然にもオンラインの日が誕生日なんですよ。よかった、そうなの、おめでとう、先に言っちゃった。20歳になったら自己紹介で年齢言わなくなる年齢問題ね、
1回目は言おうと思います。1回目は6月のお披露目の時18歳だったからあれって思うでしょ。そうなんです、実はオーディション中に年齢が変わっていたんです。振り袖もね、そう着ないと着ないといけないそう着れるんですけど、今年20歳の代は結構いそうなので嬉しい。仲間がね、私はどんな振り袖着てるかな。もう何 NGT の振り袖はまだ決めてなくって、そう、スイズナ付きのスイスイの振り袖はまだ決めてないけど、スイズナ付きの振り袖は決めました。楽しみだね。そう、まあいけるかわからないけどね。でもすごく久しぶりの子がいっぱいいそうだよね。そう、最近っていうか、私定期的にインスタグラムにお友達らしき人からフォローが来るんですよね。中学校の時のお友達とかこれもしかしてあの子かなみたいな。どうやって見つけてくるんだろう。なんかあれ、これってもしかしてってなるのかな。私はそう、もうね、こっちに引っ越してきてから LINE とかも変えちゃったからほとんど持っていなくってね。有名になると親戚とか知り合いが増えるお友達いっぱいできた、イエーイ。あー、なんだかおすすめに出てきたりするんだ。しかもさ、誰か一人がフォローしてたら関連で出てきたりもするのかもね。そう、私DM を開いていないから、そうだからね、もう黙ってフォローするしか多分なくなっちゃうんだと思う。確かにスイズは珍しいからわかる。そうなの、あ、懐かしいって一人で思ってます。10代最後の夏希ちゃん見れてよかった、ありがとう、ありがとうございます。次は20歳ですね。あ、そういえばさっきインスタグラムに投稿したんですよ、プリン見てる写真プリン見てる写真で、私本当にみんなに聞きたいんだけど、どうしてそんなにさいいねするの早いの私まだ投稿してから3秒くらいだったのに7人くらいいいねしてたんだけど早すぎやしないかい。通知来て一気にいいね押すぞってしてるのか、なるほどいや私びっくりしちゃって、うん、投稿できたかなって言って見たらあれ、もう見つかったのって。いやでも嬉しいです。しかも何そんな早い方、あ、前も3秒でいいねしてくれた人がみたいな絶対毎回早い方とかいるのたまたま見てたら更新されたパターンね。え、それラッキーだよね。私はそれがよく優派でありますね。そう、サイドポニー、今日はサイドポニー初めてやったよ。通知来るけど秒は無理早いよね、すごい早くて秒でできるようにイメトレしておかないイメトレするの、イメトレ通知来た、はいはい、いいねいいねみたいな
や本当に私ずっと、でも早すぎるなぁ、と思ってそう考えてたの。いやね、すもう、な前世夫婦前世夫婦だったの。でもそうやって早くいいねしてくれるのとかも嬉しいです。59夫って読むのかと思ったら 59FU、 そうおしゃれだよね 59FU。早押しクイズ、しかも私前回に投稿したのがさ3月6日だったんですよ。だからさあのその早押しクイズ並みに構えてられない期間なのにみんな早くてありがとうございます。とても早い早押しクイズですね本当にそこからずっと待機してたわやばいちゃんと寝てね。3月6日から待機してたのか。あ、59なんだ。へえ。59だと思ってた。59FU。へえ、おしゃれだね。一つずつ読むタイプだった。あ、そうなんです。たくさん投稿待ってる。ありがとう。私ね、その今日投稿したその一つのところが投稿できたらもうポン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 って投稿できるようになってるんですよ。その一つの場所がどうしてもいい写真がなくてずっと困ってたので、その先の投稿をどんどん作り上げてて、だから飛ばしすぎないくらいにちょっとずつ更新しようかな。いいねしました、ありがとう。そうもうね結構上に6個ぐらいあります。なんかパズルみたいだね、つむつむみたいだね。その1個がハマったので、でもその弥彦にある 59FU さんのプリンめっちゃ美味しかった。あんな大きなプリン食べたことない。美味しかった、忘れられないですね。しかもすごく固めだったの。私はあのね高校生くらいの時までは滑らかプリン派だったんですけど、高校3年生の終わりくらいから固めプリン、昔ながらのプリンとかすごく好きになって好みが変わりました。もちろん滑らかなのも好きだけど、そうもうさスイーツって食べても幸せだけど見ても幸せじゃないですか。だからもう本当にもう顔もとろけちゃいます本当に幸せなの。今日昼休みのデザートにプリンアラモード買って食べたよ。かわいい、かわいい。え、ちょうどプリン食べてたんだね。お、固め派、おー一緒、一緒だねそう、もうね写真を撮ってもらってるけど私はプリンを見てるからねなんかこういう写真もあったんだけど、本当はプリンですみたいな写真もあったんだけど、こっちの方が幸せそうだった、見てたから。なっちゃん見て届けたよ、本当幸せが行き届いたっていうことですね。あれ、ヨーグルト派なの？ヨーグルトも美味しいよね。私はあの安田ヨーグルトさん大好き。安田ヨーグルトさんとろけとろけなつきちゃんです。スイス
シーのところを見ようとインスタ開けたらトップがゆはちゃんのグラビアオフショット動画で見えた。ちょっとちょっとスイスイのとこは見たの。うん、ちょっとなっちゃん安田ヨーグルトいろんなメンバーにあげてるよ。え、そうだっけ。あれ、そんなだっか。そうか、今日新潟駅の安田ヨーグルトナイス食べたよ。お、本当？美味しいよね。何味食べたの？なんかフローズンアイスは本当に安田ヨーグルトさんの味がして、ヨーグルトの味がして、ミルクアイスはもう牧場、頭の中に牧場、もう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 が広がる味です。チョコがかかったやつ美味しかったです。よかった、私とお揃いですね。フローズンヨーグルト美味しいよね。それもめっちゃ美味しいんですよ。この前ハッピーターンソフト食べたけど、マニハダ美味しかった。あー、食べたの。お揃い、みんながお揃いしてくれている。芋焼酎ってなんだ。かわいい、かわいい。芋焼酎、そんなのがあるんだね。芋味なのかな。店員さんがチョコかけてるところを見てたけど芸術的だよね。ね、しかもあれ時間が経ったらさ、チョコがパリパリになるの、固まるの、それがすごい。でもいつも私は固まった方が好きだからちょっと待つんだけど、あれ固まらない間に食べるチャレンジを一回してみたいなと今思った。すぐに固まるんだけどね。さつまいものお酒、あ、芋焼酎。あれ、私芋焼酎か。芋の味がするんだ。へえ。今週末のおしゃべり会で近所のおすすめのケーキ紹介する。ありがとう、ありがとうございます。芋焼酎はあれかな、癖が強いのかな。私はね、あのゆうはとお芋ミルクを飲みに行く約束をしてるよ。ちょっと種類は違うかもしれないけど、20歳になったらなつきちゃんを飲めるでって。そうだね、飲むのかな、どうかな。芋焼酎、へえ、初めて聞きました、芋焼酎。すごいね、そんなのもある。うん、カルーアミルク、カルーアミルク、カルーアミルク、芋焼酎水割り。へえ、水で割ったら薄くならないの？コーヒー牛乳みたいなお酒。へえ、そんなのもあるんだ。じゃあさ、温泉の後に飲む？温泉の後には飲まない？お酒デビューはカシスオレンジ。あ、なんか聞いたことあるそれ。カシスオレンジ。オモアミルク。オモアミルク。水で割らないと濃いんだね。へえ。カシスオレンジってカシオレって略すの？何それ、おしゃれ、いいね。温泉の後はビールなの？
でもさ、ビールってすごい炭酸が強そうだよね。すごくシュワシュワしてる。私は炭酸はちょっとずつしか飲めない。水人ソーダ、水人、私はね、お母さんもお父さんもお酒を飲まないからね、普段からお酒を見なくって、ビールはわかりますビールっていうのはわかる。へえ、やっぱ炭酸なんだね。あ、水っていうお酒知ってるよ私。ファンの方がね、なんかね、水のお酒飲んでたよレニアが温泉の後にコーヒー牛乳飲んだらぶちもけた話何それ、そんなことがあったんですか温泉の後のあのなんだっけ、コーヒー牛乳美味しいですよね。水ってあれだよ、なんかさ、水色っぽい、青っぽい、なんか水みたいなちょっとわかるでしょ私の言ってる意味。水みたいな感じのイメージでしょ。見たことあるよ私伝わったと思う。今伝わった。腰に手を当ててグイッてこうか、コーヒー牛乳こうやって飲む、温泉って感じだね。あー確かに青と緑が混ざったような色だったかな、どうだったかな、そうだった気がする。はる、ちょっと待って、これさ星になってるけど何言ってるかわかるよ私あの掘り返さないでもらっていいですかねえ、掘り返さないでねえ、おくん魂でしょそれ絶対掘り返さないでもうね一回もうそれはね、コンサートの後の配信で終わったと思っていたのよ私は。どうですか？フルバージョンです。どっちが勝ったか。はるちゅん、はるちゅん。あれ、はるちゅん、あれ、あれ、はるちゅん。あれ気のせいだったのかな、私がただメロンパイやっただけだったのかな今、もしかしてKO？
KO かな。嘘でしょ、捨て台詞なの今の。え、なに、ハート投げてくれてるの。どういうことね。え、本当だ。あれ、あ、ありがとうございます。え、そう、ちなみに今日公演の MC でもその3期ブロック3期4期ブロックがみたいな話になった時に、私の頭の中では生死が出てきちゃって、必死にこう消してました、頭の中から。キャイキャイ、どうしたの。どうしたの、はるちゃん、はるちゃんどうしたの、はるちゃんどうしたの。はるちゃん36位でいるの。そうなの。いや、もう生し2回目はきつい。しかもさ、もしさ劇場公演でさ「君どこ」やった際にはさ、少なくとも頭によぎるわけでしょ、おくんなましが。それめっちゃ嫌じゃない。なましの曲じゃないのになましがよぎるんだよ。3、4期の話になった時すごい静かになった。もう、あ、これはと思って静かになっちゃったのかもね。ちなみに今日は30分までやります、今さらだけど。今23分24分でした。絶対みんな見るじゃん。確かに前回はそば食べてたし、今回は生ししてたし、次回は何になるんでしょうか。でもちゃんとね、私は日暮らしのなんか頃にをね見て雰囲気をつかもうと思ったんだけど、違う雰囲気になっちゃった。自己紹介の時に「生し」と言いたいの我慢してました。ねえ、言わないで。「生し」ってこと、それやばいな。それはやばいです、とても。アニメ見ました。なんかダンスの先生がアニメを見るとこの曲の顔の雰囲気とかつかみやすいよって教えてくださって、見れる時間でちょっと見ました。生し打ちはダメ。生し打ちは、生し打ちは見れなくなるから。ねえ、ちょっと待って、春、私3期生の南川遥香ですの。私のことは気にしないで配信しておくん、生しって連絡来たんですけど、使ってますよね。もうちゃんと使ってますよね。ちょっと前の配信でセミの鳴き真似してたのが伏線かと思ったら違った。違うよ、あれは必死にセミの鳴き真似をしてただけだから。待って、これめっちゃ嫌。なーましい。ねえ、なましコールは嫌。ハルチュンいじりすぎてる。ねえ、生しコールは嫌でしょ。, 笑っちゃいそう。しかも生誕祭で。ねえ、
さ、一生忘れられないのは間違いないけどさ、生シコールそういえば二十歳の頃あったんだよって、もう夏希が一番生しだよ、もう分かんない。まあ生しって言った人だけれどさ、みんなも絶対戸惑って、ん？な、生しってなった、みんな絶対。私のお母さんもさ、こりゃしばらく生し言われるなとか言って、あのコンサート見て、お母さんまでこれはもうイメージついちゃったねとか言ってて、ママいやでもね、そういうのは結構後々掘り返されがちのなんかものなので、忘れた頃にきっと誰かが掘り返すんでしょうね、きっと。2回行ったらかなり頭いいな、こっち。あれね、なんか春が配信ねやったんですよ、待って今頭に魂しか出てこない、君の子を配信で歌って、わざわざ2番まで歌って、感想で私が言ったセリフを言ったんですよ、はるちゃん。でも尺に収まらなくて尺に収まらなくて、なんか恥ずかしい感じになっちゃってたから、あれ実はね地味に尺難しいんですよ。スイスイチルドレンのカッピちゃんもおくんなまし真似してね何してるのカッピカッピ何してるの、え、カッピも尺収まってなかった？そう、あれね難しいんだよ、結構最初の方を走り抜けないといけないんだけど、おくんなましを2回言うために、しかも2回目はちょっとゆっくりなんですよ、おくんなましって言わないといけないから、2回目の方がちょっと時間が必要なんですね。でも1回目を早く言いすぎたり、つなげすぎると何言ってるかわからなくなっちゃうから、切るところは切りながら、でめっちゃ滑舌を良くして、ちょっとハキハキしすぎくらいの声で喋ったんですそんなこだわりあったの？っていう感じでしょ。そう、タイミング実は難しかった、あのタイミングね、感動しました、嘘でしょ絶対適当に言ってるよ、感動しましたって。29分ありがとうね、いや早いもので、あと30分で日付が変わっちゃいますね、4月18日。生しのプロです、こんにちは。そう、真顔なのもね私みんな見ないでって思ってたもん、これやり終わっておくん生しって言った後、見ないでください私の顔を見ないでどうかって思ってたでもね、なんとか、え、そうそう、最後の一瞬だけ不気味な笑みというか、なんかちょっとふんって感じの笑い方をしていいんですよ、だからその最後だけ。いやー、まさか県民会館で生しするとは。まあ近いうちに忘れていただけたらいいかなと思います。なんならそこめちゃくちゃ知り合いと見てて湧いてた嘘でしょ、生しで湧いてたの本当に。じゃあ壇上読みますね。13位高千代ピピピさん、ありがとうございます。12位テレテルモさん、ありがとうございます。11位マリーハルさん、ありがとうございます。10位なおくんあとすいさん、ありがとうございます。9位ギバさん、ありがとうございます。8位タムヒロさん、ありがとうございます。7位富之助さん、ありがとうございます。6位スキャットさん、ありがとうございます。5位あらしださん、ありがとうございます。4位あさゆきさん、ありがとうございます。2位すーさん、ありがとうございます。あれ4位あさゆきさん、ありがとうございます。
3位スーさんありがとうございます。2位ミーさんありがとうございます。そして1位はジュルルタンマーくんです。ありがとうございます。皆さん見てくれてありがとう。カメコ席だったからなっちゃんのその場面撮ったありがとうございます。本当にカメコの皆さんもたくさんあげてくれてありがとう。どれも素敵なお写真で全部お気に入りです。ありがとう。皆さん今日は久しぶりの公演ありがとうございました。春ブロックぜひお楽しみに。それではおやすみなさい。またね。バイバイ。